はい、それではですね、今日は某いつものところのね、ホリパを10パック買ってきたので開けていきます。ギャブル魔法図、魔法図なんか結構ファンデッキで使われる人多いですよね。はい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 、まあこれがハズレですね。はいはい、またいいですね、エナライもいいかな。エナライで思い出したけど、最近またなんかあれらしいですね。お、いいね。青黒ハンデスにザビペッパ型が流行り出してきたらしくて、結局鬼カマスが全抜きになるんですよね、その場合って。で、僕が見た構築は、お、下げるか。なんだっけな、ホーウェイルか。4マナの3ドローするやつ入ってるんですけど、今ですね。あれ、ザビペッパって、正直4ターン目にやるのが一番強いんですよ。要は2ターン目にハンデスして、3ターン目にドローソース打って、4ターン目にザビペッパみたいな形が安定しますし、まあ一番実現性が高いんですね。だからそう考えると、僕は、コアクアンの使いとかどっかその辺の3コストのドローソースを入れたいなっていう気持ちがあるので、ちょっと今後調整してみてまた考えてみたいなとは思ってますね。やっぱ、お、テックダウン、え、素で出るのこいつ、強いね。テックダウンってなんだかんだ4、500円しますよね。500円オリバーでこれ1個出たらなんか OK じゃないですか。はいはいはい。例えば今富山県の漫画倉庫ではですね、ベリーレア以上が全て30円買取っていうね、スーパーセールをやってますので、あれなんかそう、店によってはさ、10円買取のとこもあれば、なんか僕が見た中での最高は50円買取やってるとこありましたね。スーパーレア一律みたいな、なかなかえぐくないですか。なかなかね、 笑えない数字だよね、1枚50円なんて。僕無限にありますけどね、無限は嘘ですけど。はい、次行きましょう。はい、サザンジ、待って、ここに置くと分からなくなるね。はい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 、シンボですね。あ、バカドルガンはこれ最初期のあれだったよね、初期の赤黒バイク、赤黒バスターに使われてましたよね、バカドルガン。スムージーさんという方がね、作られてたんですが、よいしょ。はいはいはい、なるほどなるほど。わあ、ちょろちょろばっかだ。5マナのビッグパルサーさ、3マナのパルサーだっけ、なんか全部せいで2ドローするやつ。あれの介護感だよね、これ多分。うん、あっちの方が強いなと僕は思いますね。お、ランチャーギュアラベースですね。短期ラフルルを防げる唯一のカードですね。もう短期ラフルルをね、唯一単体で防げるカードがこいつですからね。メメントとかはね、場にクリーチャーがいないとダメだから。おっと、爆死の予感。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はいはいはい、お疲れ。おっと、これはちょっと爆死臭が漂ってきましたね。あ、これは。はいはいはい。お、メタルカオス。お、ザライオネルですね。まあザライオネルですねとか言ってるけど、普通に負けましたね。お疲れ様です。次回リベンジ。